こんにちは、深田静香です。私は病的真面目を治すためにカウンセリングで競馬を教わってます今日も昨日の続きで先生に新しい競馬の予想方法を教わった時のお話をしますね新しい予想法を教わる前に私は先生に質問しました先生この前の金曜日にスポーツ新聞を買った時に 馬番とか枠番、倍率とか書いてなかったんですけどどうしてですか先生はもしかしたらレースによって発表する日が違うのかもしれないねそう教えてくれましたそれを聞いて「あ,あそうなのかじゃあ新聞っていつのがいいんだろうな」そういう疑問が出てきたので先生に「じゃあいつの新聞を買えばいいんですか?」って聞きました 一番早く倍率がが出てるものがいいよそう先生は教えてくれました。なるほど。先生は続けて本当はね2回買ったらいいんだけどね金曜日か土曜日と当日とこの前静香ちゃんが言ってたみたいにギリギリまで変わるからね当日の倍率を見るんだよ。でももさっきも言っき言たけど そもそも予想方法に根拠がないから一番最初の倍率でいいよそうアドバイスしてくれましたそっかギリギリまで倍率って変わるんだそもそも予想方法に根拠がないんだからいつの倍率か生真面目に考えなくていいかそう思いましたネットで見てもいいんだけどねでも何でもかんでもインターネットばかりだと寂しいからね 先生はそう言ってましたそして私は「実は私買った新聞をスクラップしてるんですだから新聞で予想してみます」そう答えましたそしたら先生も「そうだね初心者だしその方がいいね」って言ってくれましたそしていよいよ新しい競馬方法を教えてくれました 今までは倍率を見て1番人気と4番人気を選んでたねそれを1番から4番人気の中で2頭選んで今日はここまでで終わりますね続きはまた明日お楽しみに最後まで聞いていただいてありがとうございました深田静香でしたまた明日来ますね